中日打線覚醒。うおお、立浪続投決定。立浪延命だほう。立浪監督、来季続投決定。石川最高や。立浪、石川の走塁意識低すぎやせや、ホームラン打たせて走塁ミスなくしたろ。米食ったんじゃね。これで米抜きしたら勝てるって証明されたな。ベイスターズとか言ってたのにこれかよ。やっぱ米禁止有能やんけ。立浪叩いてた米米クラブどもはよ謝罪しろ。何イニングぶりなんだ。1イニング大量得点は。ブライトいいな。勝ったな。守備固めしてくさ。6回に2点取ったら守備固めって。もうフェリス松山ライマルで終わりやから、ここだけ頑張ってくれ。枠井懲罰交代させられてんじゃん。2得点って奇跡やん。慣れない2点得点で負傷しとるがな。3番レビーラ、3番カリステ、5番溝脇、こんな起用するやつ世界中探しても立浪だけ。控え石橋しかいないのに宇佐美下げるの頭悪すぎ。石橋と木下が怪我するかもしれないって考えないんか。石橋の怪我まで考えてたら何もできんわ。過去にキャッチャーが1試合で2人負傷交代した例何回あんねん。カリステが粘ったから次に繋がってホームラン出た。今日のこれはガチ。恐竜打線大爆発。勝ちパ使えるな。追加点絶対取らんよな。大体追いつかれるけど勝ちパおるからいけるか。始まったか立浪のギアチェンジが。今立浪が1勝にかけてる情熱は12球団でもトップクラスやと思うわ。強いよ、中日は。中日ファンなのに中日の試合どうでもよくなってる。6回にホームラン打って帰られるって、モチベ保てるの？横浜、中日に負けるから好き。石川隠れて米食ったやろギルケや。米なんか食ってる巻に米を食わない石川が格の違い。4番の差を見せつけたな。勝ったわこや。恐竜打線いけるぞ、今日はいけるぞ。そういやチュニドラって逆転負けの回数めっちゃ少ないらしいで。